カメラ前あ、大丈夫、あります。はい、はい、じゃあ行きますか。お疲れ様です。はい、はい、あこれはここの場所は東電と関連会社の社員の方、そうです、ヒトル企業さん関係の、まあ、基地ですかね。基地ですね。あの出発前に着替えて、はい、帰りにまたここで、ね、あの除染して、で実際ここでですね、はい、あの住んでるのは、あの後ほどご説明しますけど、ほとんど電力と、まあ、自衛隊さんの方に、うん、夜はもう金曜さんはもういわきの方の旅館の方に上で撮ってます。昼間いますけど夜になるともう、うん、夜もいるのは電力と、自衛隊、あと一部の金曜さん若干名いらっしゃるぐらいです、はいはい。通常はグラウンドですけど今駐車場になってます。あ、本当はサッカー場なんです。そうです、緑の綺麗なところ、今日の雨で桜がだいぶ散ってしまいました。ああ、でもちょうど桜の季節ですね。この方がいいかな、近いでしょうね。ここで寝てらっしゃるんですか。いや、ここは寝てません。ここは休憩ね。休憩場所です、ね。まあ、我々は似たようなもんで寝てますけど。上の方ですね。日立、本当だ、普段はサッカーのね、全く、はい、もうサッカーの、J リーグ公認の練習場です、ね、それで J って言うんですね。そうです。うん、はい、赤くなりました。はい、はい、ここは J ビレッジ、福島県の広野町にある J ビレッジに来ます。防護服を大まかして、皆さんの協力を得てこれからサイトの中に入っていくところです。一緒に希望の回復のために頑張りましょう。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。元気になりました。福島第一原子力発電所の専門に近づいてます。もう正面に排気筒の一番上のところが見えてます。道路にはだいぶ陥没の跡というよりは陥没したのがそのままになっています。僕ももうマスクをしてますので声がだいぶいわば低くなってます。このように正門の右手のところに本当に見事に桜が咲いていて、ちょっと悲しい気持ちにもなりますし、自然の強さというものもまた感じます。これが福島第一原子力発電所の正門です。すでに許可を得ていますので、今から中に入っていくことになります。
作業員の方々も、ここは作業員ではなくて専門の係員の方々、警備の方々ですけれども、皆さん、当然、マスクもつけてます。私が今つけてるのと基本的に同じ装備です。今確認を取っているようです。今正門から見てももう本当にこの1週間前もこの正門からこの桜が綺麗だったんですけど、今もそうです。まあ、この正門の警備の人たちから僕は諸外国回ってきた目から見てもみんなキビキビと、モラル高く仕事をしてるなという印象です。さあ今2時21分、4月22日の2時21分、専門の中から校内に入りました。あえて申しますが、原子力委員会の委員あるいは専門委員の中で、災害発生後中に入るのは僕が初めてで、それは本当はもっと入るべきじゃないかと思います。校内は本当に見事な桜並木が今出てきています。放射線は当然ながら海は見えません。匂いも色もないのでこうやって、桜を見るだけですと本当に何事もないように見えますが、この地元の双葉町、大熊町より、この校内の方がずっと放射線では高いという状況です。それは2度の水槽爆発によって、瓦礫が校内には、たくさん落ちましたから、瓦礫に付着している放射性物質が、風とかあるいは放水の、衝撃で舞うから少しずつ待っていくから校内は放射線度が高いということになります。もう施設の中心部に今向かっています。やがて車を降りる考えでいますけれども、この辺りはこのまま車で走っていきます。このビデオカメラも全てこう袋の中に入れているので少し見にくい画像ではないかと思いますけれども、それは許していただきたいと思います。今まずは、重要免震棟という場所に入るところです。免震棟というのは、まあ、強い地震があっても耐えられる建物になっていて、あと鉛で粘りをしていまして放射線の影響も極めて強くなっている建物です。今車から降ります。ありがとうございます。中に入っていきます。非常に責任も感じます。このように、建屋もかなり、損傷を受けていることがよくわかります。今改めて、出入りの管理チェック、出入りチェックをしているところです。こうやって一つ一つ正式な手続きを経て、大事なところに近づいていきます。向こうに見えるのは排気筒です。正直モニター画面もなかなか見にくいので、さあ無事に撮れているかというところですが、向こうにやはり桜がちょっときれいに咲いているのが見えます。
この建物の窓を見ても本当に、地震の大きさが改めて分かります。僕は立場上随分原子力発電所世界中回ってきました。建物がこういう被害を受けた現場というのは全く初めて見ます。ガラス窓やブラインドがあのように激しく壊れているというのはただの揺れ方じゃなかったんだろうなということが感じ取れます。今出入管理所で作業員の方々も出入りのチェックを次々出ています。こうやって見ていますとしっかりした管理が手抜きなしに行われているということを僕は感じます。決して都合のいい話だけをするつもりは夢ありません。先ほどからこの出入管理の様子を見てますけれども手抜きなくきちんと行われているということが十分に分かります。ここでは作業員の方々が協力し合って、放射性物質の付着した、作業服を素早く、お互いに脱ぐことを手伝ったりもしています。当たり前のことかもしれないけれども僕は、しっかりとみんなが連帯して働いているなというものを感じます。別に秘密の作業をしているわけではありません。ただ作業の邪魔をすることは決してしたくないと思いますからドアの外からだけ今撮っております。係員が開閉操作しますと個人の開閉禁止というふうにここに書かれていますけれどもそれはやはり放射線量の管理のためにもドアが開けっぱなしになったりしないというためにきちんとやってるわけです。世界に原子力事故というのは、例えば中国で起きたものは公表されてないんじゃないかという嘘でもありますけれども今まで明らかになった事故の現場そんな多くありませんから僕もこうした現場初めて入るんですけれどもこういう何気ないドアの管理などにやはり作業のモラルというものは出てくると考えていますから今このしっかりとこのここにいらっしゃる係員の人がドアの陰で責任を持ってやっているというのは見てて安心感があります。はい、できたら、はい、じゃあちょっと中に入れていただきます。声かけてもいいですか。こちらの外側の扉と内側の扉が同時に開かないように連携しながら、あ、なるほど。はい、ちょっと中に入れていただきます。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、握手していいですか。頑張ってください、頑張ってください。はい、とても若い作業員の方です。はい、村山さん、ありがとう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください。お疲れ様です。はい、こっち。これね、取っていただき
この手袋も取る。汚染したものを仕分けていく。ドアはこのようにお疲れ様です、連携して管理してあげています。はい、今作業終わったところです。入っていいんですか。はい、もうマスク外してね。はい、わかりました。